はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト3、バハラタで黒胡椒を買うために右上に見える人さらいの洞窟ですね。恋人のなんとかちゃん、もう名前忘れちゃったけど、さらわれたみたいなので、救出に向かいたいと思います。勇者はレベル15になってます。で、魔法使いはレベル14だったかな。ベギラマ覚えました。で、レベル上げでそれなりに金が貯まったんで、魔法の盾ですね、これ魔法の盾全員装備できるんで、魔法使いも含めて装備させてます。これで結構守備力はね、上がったはずなんですよ。てか魔法使いの方が守備力高っけえな。意外に守備力高い魔法使い、でもヒットポイント低いからね。じゃあ行きましょう。まあ、ダーマの周りでもう戦ってたんで、ここら辺の敵は全然楽勝でしょう。てか魔法使いのやっぱね、ベギラマが強いんで、グループ相手だったら、まあ、もう全然楽勝だね。で、メタルスライムをね、2匹くらい倒したんで、まあそれがやっぱり結構レベル上げの短縮になったかな。こういうパターンになるとちょっとめんどくさいのか。キャド、イオはそこまで火力が出るわけではないんだけど、最後のブーメランで一掃できるくらいには減らしてくれるか。ちゃんと30とか食らうとちょっとやばいけどね。さて、ここはどうすんだっけ。なんか同じようなマップがずっと続くんだよね。で、下の方がゴールなんだけど、ちょっと上から探ってこう。350円くらい。OK! 一食い箱出るんかい。まあ、ただ全力で行くしかない。うわ、盗賊で40。聞け、これ聞かない可能性あるからね。聞かねえ。ただこっちの火力は上がってるから倒せる。やるな、人さらい。人食い箱を設置するとは。そして相変わらず何もない。え、また出てきたらすげえ厄介だ。よし、小さなメダル、これがあるからね。やっぱり宝箱は回収していきたいんだよな。人食い箱すごく、うわ、240とか異常なダメージを食らったんだけど、頼む。ヒットポイントはそんな高くないか。ちょっとさすがにこれは撤退しよう。一回リレミトのルーラーバハラタ、じゃあ気を取り直してもう一回洞窟探索で、右見てないで、こっちも特にっていう感じかな。じゃあ一個ずつ階層やってこう。で、ここに来る間に魔法使いがレベル16になって魔法トラ覚えた。あれ、ここ最初か。じゃあ次、下。いや、もう宝箱ないかな。怪しい影と現実しか。メダパに効かない。キャド、ガンガン行こうぜになってるかな。マジックパワーが枯渇しなければいいけど。最悪魔法トラでパクるか。あ、なんかいる。洞窟で迷っても何年になるって。暗闇の向こうから何やら鍵をかけるような音が聞こえた。何年もここにいんの。食住どうしてんだよ、食べ物とか。今日何年ってよくわかんない。この洞窟の中でさ、一日一日わかんなくねえか。ん、いけない。ああ、そういう感じか。扉。殺人鬼。怖っ。人さらいより立ちが悪いような。暗いベギラマン。火力が高い。いてー。でも魔法使いで16か。そんなだな。魔法使い防御力高くなっていくかな。まあ、一応回復しとこう。これは、おお、スタミナの種。もう一食い箱とかだったら最悪だからな。じゃあ何もないよな。ではでは、
地下へ降りますか。殺人鬼、おお、殺された。殺人鬼がうようよしてる。めちゃくちゃ怖いな、ここ。大体あんな殺人鬼いたらマジで怖いね。パンツ一枚のかぶってさ斧持ってさ。どっちだ、宝箱があったな。素早さ、賢さ、力、何もない、剣、命。そうか、盗賊の花使えばよかったのか。あと2つある。神田とか持ってるか。仲間になりたいのか。そんなわけない、やっちまえ。まずは神田とかも、しかもグループになってる。これは戦いやすいぞ。同じ神田古文であったらマジ楽なんだけどな。あー強いな。ルカナン捉えてくるの。しかしブーメラン、え、倒せねえ。1体くらいいけるかなと思ったけど、二速化スダメージで死んでったな。これで2、3体倒せんだろう。3人いけるか。いけない。まあいいや、しょうがない。終わりだ。これ100しょぼ、回復しとこで。何もない。何、何もない。開けられんのこれ。突き当たりの壁に扉を開けるレバーがある。レバーって、あ、これか。全然分かんなかった。しかもレバーでいけるなんてすごいな。ラックの種、ちょ、先にアイテムを回収させてもらうよ。ああ、ありがとう勇者さん。それは俺の名前を呼んでんのか。漢字だったから本当の勇者って感じだよね。不思議な木の実、よしよしよし。キャー、俺様が帰ってきたかには逃がしはしない。助けて、僕はどうなってもいい。誰かと思えばまたうぬら。あ、神田拓文がまとまってんな。ちょっと待ってね、これはもう全員命令させろにして。神田との色変わってね。で、自分はまあ全体攻撃になってるから、やっぱり1回ルカニで下げておいて、ちょっと作ると必須だな。火力は高そうだからね。70、30、やべ、食らう。2回はちょっと上げときたいよな。でもちょっと回復に入ろう。ほいミディア。で、スクルト。よし、スクルト先に入ってくれるのはありがたい。魔法使いダメージ受けないとか、すごくない？あ、もう全然余裕だわ、これ。固まった。だからブーメランで、あとは神田と古文倒せばいいから。フィオリムかけとく一回。なんとなく。で、ベギラマだな。ベギラマどこにあんの？あった。神田と狙おう、普通に。なに、ベホイミなんて取られてくんのか。厄介だ、それは厄介だな。30。ピオリム。あれ、ピオリムってさ、使うとさ、じゃあ防御力も上がんの？ちょっとわからんの。わからんけど、神田と狙ってくる。7、雑魚か。ベギナマ単体でメラミが欲しいよね、やっぱり。いや、もう全然押せる押せる、これ。ヒットポイント高えな。さすが神田といったところか。15。いや、もういいや、普通に攻撃しよう。ナメプでいこう。減ってきたら回復するでいいや。オッケー。魔物の群れっていう扱いになってるし。1250。あんたにはかなわない。許さんと言っている。この二人をさらった罪重い。
このゴンは一生忘れません。帰ろう。バハラタの町で。帰る間にモンスターに襲われて死なないん？大丈夫か？俺先に帰る、リレミトで。絶対俺の方が早いはずなのに。リレミトとルーラだよ。で、先に帰ってるからね、こいつら。おかげで買うことができた。どうもありがとう。威力の杖、マジックパーの力を攻撃力に変える。胡椒の店。グプタ。胡椒求めるですか？お金なんてとんでもない。ダーマの神殿は北の山奥。いや、まあそっちより先に船よ。ポルトが行って。船が入ればね、もう一気に行動範囲が広がるから、まずはどこ行こうかなっていう感じで、今のところだからここで船手に入れます。黒胡椒船を与えよう。黒胡椒の船、胡椒はうまい。食べ過ぎで眠い。黒胡椒どんだけ持ち帰ったんだ。一応世界地図があるっちゃあるからね。あー、なんかどこへ行けみたいなことは言ってくんないな。まあオーブを求めるんだけど目的を見失ったよね。え、じゃあ入れる、入れた。これいきなりここあるけど、これ旅の扉だよね。そう、ただ鍵がないといけない。意味ありげなとこだな。しかもパンツマンだし。東大に来たのは正解。世界のことを教える。テドンの岬、ランシールで、さらにアリアハン、ジパング、6つのオーブを集めたもの。船を必要としなくなる。とにかく南へ行く。ここなんかある。宝はない。こういうとこにはないよね、さすがに。でもここあったら無理だよ。盗賊いないとほんと無理だよね。でここはない。しかも盗賊の花ってさ、オーブのありかも見つけてくれるのかな。じゃあちょっと世界地図を見て、今どこにいるの俺。あそこか。右下がスーの村だっけ。ちょっとスーの村へ行ってみるか。イカズチの杖が欲しいんだよね、単純に。海の敵ってどうなの。今ここが出たな。下に行って、うわ、なんか海すげえ。めっちゃ波が押し寄せてきてんだけど、いいよか。2人で109、結構だな。あ、このまま行くとちょっとあれだな。ここサマオンサか。同じパターンしか出てこない。魔法トラ、え、マジで5。ベギラマ一発分くらいにはなるか、5って。それ寝てないな。どういう順番でいくか。まあ、敵の強さとかもあるしね。もうちょっと左に行って、まあまあバカだな。4か、ダメージは。魔法使いをもうとっとと賢者にしてんだよな、やっぱり。不安がある、魔法使い状態だと。あ、ここってなんだ、海賊の村だからっけ。海賊の住処か。どういうイベントが起きたっけな。とりあえず盗賊の花、宝箱は2つ。宝箱っていうか宝。魔王を倒すのはお前たち。
7つの海を股にかける。歓迎しよう。オーブを探している。お宝の中にそれっぽいのがあった。商売の話をしている。銅の剣が7ホールドとか。それはないよ、確かに。それはひどすぎだろ。悪いやつから盗まない。義賊か。お頭の部屋。お頭ちゃん。おかしいかい？いいえ。おべっかだっけ。南に行ってちょいと妊娠。はい。倒した暁にはまた寄ってくれ。ルーズソックス。時代を感じる。ルーズソックスかい。なんもないよ。あ、最後に小さなメダル。ここはじゃあ出払ってる時じゃないと無理か。夜になっちゃったかな。海賊の家はルーラーに登録されないはずだから。また後で行きますか。もう夜完全真っただ中だからね。世界地図を見るとよくわかんない。もう完全にこれ世界地図だよね、現実の。あ、ガニラスとか硬そう。マーモンダイ。あ、ダイン強とか思ったら。50。メギラマン。硬い。5。ネラ。引かねえし。あれ、ここじゃなかったか。どこだ。東はだってランシールだろう。ここは単純に旅の祠だな。あれちげえ、なんだここ。あ、ここがルザミか。なんかあったか。ここ一応宝は2つある。望遠鏡がある。何してるんだ。地面は本当は丸くてぐるぐる回っている。ああ、なるほどね。おかしな老人の住む小さな草原。え、どこにあるって言ってた。南に進むとすぐにある北の氷の大陸。ああ、これはあれか。多分商人を連れてこいっていうとこだよね。あれ、なんか穴みたいなのなんだけど。小さなメタル。もう一個あるって言って、あの墓のところか。ここはちなみに二つある。預言者。魔王の神殿はネクロボンド。ガイアの剣を投げ入れてくださいと。力の秘密。開運の本。あれ、道具屋さんがある。ラックの種。売るものがない。噂をお売りしましょう。ガイアの次サイモン。お題言いませんよ。それだけで金取ろうとしてたのか、お前は。まあ情報だけかな。まあ小さなメダルもあったしね。収穫はあったとしましょう。地形を覚えてないかな。東はランシールでしょう。でさらに東は、東っていうか西か、あの氷の大地でしょ。どこ行けばいいんだ。そうか、スーは多分うねうねしてるとこだな。そう、マップ上の右の方、あそこをなんか登っていくと行けそうな気がするんで、確かここだ。ここをなんか登っていくんだ。どっちだ。左。まあまあ、ルカナめっちゃ唱えてくんな。ベギラマ
盗賊レベル18。これ素早さめちゃくちゃ上がったらさ、戦士とかに転職させるのもありかもな。どこだ、これ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 、ここよ、ここ。馬一晩20ゴールド。ちょっとまず夜の街を探索しよう。盗賊の花、宝箱2つ、イカ槌の杖、これが欲しかったのよ俺は。これもなんかヒントってあるんだっけ。喋る馬、別のとこ。喋る馬、江戸。乾きの壺を見つけたら西の海の浅瀬の前で使う。グーグー。ん、壺返せ、お前泥棒。壺のこと主人知ってる。んで、これであと1個。どこだ、花畑とか怪しいよね。もう全然わからん、この裏とか。じゃあ宿屋。家の中はだってまた別でしょ多分、マップ的に。まあ一応ちょっと行ってみる。じゃあここで盗賊の花使って1個。ちょっと待って待って待って。海岸の小さな草原。ああ。素早さの種。で、これ多分、ここのマップは取った。で、これでなくなってないよね。そうだよね。やっぱ探さないと。わからん。やつらが寝てるところか。小さなメダル、グリーンナット、魔法使いす。こいつはなんかなんで片言なんだ。覗き込んで、タンスがある。何もない。見つかってしまった。壺を返す。数のものじゃない。エジンベアの兵士。あ、そうなんだ。船に乗り遅れてしまった。壺は仲間の兵士が持っていった。まあ偉人部屋行けってことか。とりあえず今のところの目的ってさ、あの荒くれ者のパンツマンの言うことを聞いて、船がいらなくなるために6つのオーブを探しているっていうことになるのかな。一応私たち嘘つかない。スーの村、遠いところよく来た。武器と防具いらない。バトラックス売ってんじゃん、買えねえし。派手な服。魔法の盾めちゃくちゃ優秀だよな。毒針10円で売ってんだ、こんなところで。乾きの壺、もともとこの村のもの。ああ、そうなんだね。やまびこの笛、割といらないもの結構あるかな。あれ、ここ何売ってんだ。道具屋。あ、消え去りそう、売ってんじゃん1個。銀の髪飾り。ん、これって防具か。モヒカンの毛とか。超謎だな。消え去りそう持っとこう、とりあえず袋に入れとこう。まあ1個あれば十分でしょう。道具整理。はい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 。で、ちょ、イカズチの杖は僧侶に持たせたいんだよね。遊びもできるけど、まあ別に、いや、使うだけだから。で、あとどこにあるんだよ、もう一個落っこってんの。取れた。場所を知り、いや無理無理無理、あのキラーンって光るやつがないと無理だ。わからん。まあルーラで来れるから、ここは。じゃあどこへ行くって言ったら、まあ、一旦ダーマへ行きますか。ダーマ神殿行って、
応情報的なものを聞くと武闘家になろうと思ってます。なんか悟りの書とかどこにあるよみたいなのって言ってくんないのかな。言ってくんないね。とりあえず北の塔に行こう。あと単品用の武器欲しいよな。やっぱりメタルスライムとか出ると効かないからね。痛い。こいつのギラ痛いんだよな、何気に。さて、こいつが言ってくる。人生は悟りと救いを求める巡礼の旅、ガルナの塔へようこそ。嫌い。ちょっと命令させろ、僧侶を命令させろにして、道具でイカズチの杖を使わせる。ギラ、こいつ意外にヒットポイント低いかな。イカズチの杖はベギラマンになるからね。これまあ使ってればなんとかなるっしょ。これで僧侶の火力もだいぶ上がったかね。悟りの書が眠っている。賢者になれます。正面からちょっと。おお、旅の扉。これどこ行くの。こんなところに旅の扉あったんだ。えっ、なんかじじいのところに来たんだけど。瞑想の邪魔をするでない。みんな賢者を目指してんのか。じじいもあの年になって賢者には慣れていない。それほど賢者になるのは難しい。賢さの種。イカズチの杖一番先頭に持ってきたいな。早い。いや、こいつら早いな。いいね、ちゃんと計算してやってくれる。多少は頭がいい。イカズチの杖渡す。そう、ちょっと待って、これで下に行く。あ、下に行くな。ん、装備から外れてる。持ち替えたってことは外れてんな。で、装備すると上に行くのか。道具的、あ、そうだな、めんどくせえシステムだな。まあしょうがない。銃で倒せんの。うわ、めちゃ食らう。127。薬草も持ってくるべきだったかな。おお、新しい大口橋とか。ちょっと待って、攻撃しちゃった。まあいいや。大口橋2回攻撃か今。魔法とか効かないやつもいるからな。ベギラマとか。階段がいっぱいあんな。めっちゃ登ってんな。そして何にもない。そういう回り道も必要だ。あー、これ逆だな。外階段。ん？これ綱ロープ。なんかどっか落ちたよね、確か。落ちて先へ進む。階段。とりあえず下から。宝はここか。おお、いいね、小さなメダル。そろそろ小さなメダルも渡しに行くか。複雑だな。お、これ多分落ちるよね、真ん中あたりで。落ちてみよう。で、このまま下へ落ちていけばいいのかな。
で、ここに来て、悟りの書。ただ、レベル20ないと、転職そのものができないからな。え？これだけ？ちょっと待って、盗賊の話と。ああ、なんもねえわ。しびれあげ。ギラ、これで終わるか。聞かねえし。いや、ケチった結果、聞かなかった。最近レベル1上げるのなかなか大変になってきたかな。で、ここに来るのか。他なんか、宝箱自体はないけど、あれ、ここって行ったっけ？あ、そっか、これここか。上の階段行ってないよね。てか、全然行ってないよね、そもそも。全体的に。ここ多分落ちてもしょうがないよね、多分。で、イカズチのアクセ使おう。どうだ、効くか。ベギラマだったら効くだろう。強い。いいね、いい火力だ。レベルも17に上がったし。ザオラルっていつ覚えるんだろう。ザオラル覚えてくれるとな、不慮の事故があってもまあ蘇らせられるから。やっぱ痛恨の一撃食らっちゃうとね、きついからな。んで、こっちいっぱいいる。まあ一応ちょっと雷の杖で大口橋にしておくか。効かねえ。大口橋やっぱ2回攻撃か。これで69とかめちゃくちゃ強いな。火力が高い。だからこそ一人用の武器もちょっとやっぱ用意しとくべきだな。鉄の槍売っちゃったからな。まあ今さら鉄の槍とかね持っててもね。あれ、なんか同じところに来た。上に行けばよかったのか。こっちで何もない。あそこに宝庫見えんな。上から行くか。で宝箱448円。で下の方は、あれ、ここは何にもないんだっけ。あ、宝箱取ったか。じゃあ一回リレミトで出よう。さて、それでアリアハに行って、ちょっとメタルがどうなってるか確認して、これメダルいちいちアリアハンで井戸の中覗かなきゃいけないのか。なんかメダル王の城みたいな感じでルーラで飛べないのかな。メダル王ではないかね、別に。おじさんだからね。22枚。あ、全然ダメ。全然足らんわ。ヤイワのブーメランの後15枚集めなきゃいけないんだ。そっからはまた5枚単位になってるけど。15から30か。なかなか大変だな、それは。ま、一応そんなところで。まあ、あとは船でいろんな世界を見てオーブを集めていくっていう感じかな。久々に家に帰って寝て終わりにしますか。まあ、そんなところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価していただければ幸いです。